そういうご講演があってですね、我々としては受けさせていただくと。しかし、じゃあどこにこの先生の作品を展示していこうかと、ここの回収をしようという時期の話がちょうどスタートしている時期でございました。一角にスペースを確保して、そこに先生の作品を展示したらどうなのかなという、焼き物だけでなく今度彫刻という新たな芸術がですね、先生の作品が展示されることになりまして、非常にこう芸術といっても幅広い形の拠点のスタートになるのではないかなと。初入選して以来一回も休むことなく60数年、彫刻を続けてまいりました。その原点はどこにあるかというと、実は笠間なんです。笠間は私の故郷なんです。多くの人に見てもらえば彫刻の一つのこの良さとか彫刻の意味が皆さんにご理解いただいて大変ありがたいなと。